シロカツスプレーってさ、めちゃめちゃ種類あるやんけ。匂いなんだ、どれ選んだらいいか分からへん。おいおいおい、おおい、同い年の後輩どないしたんや、そんな心理臭い顔して。いや、これさ、シロカツスプレーってさ、めっちゃ種類多くない？あ、これどないしたんやんか。詳しく教えてよ。お前が説明したらさかい。意味かっこじて料金とけや。ありがとうございます。僕はね、多分ちっちゃい頃が皆さんお使いだと思うんです。これが僕、わざわざ3年5年です。そうそうそうね。ということで、多分僕一番手に入りやすい、はい、何かあればと思う。ただ今日俺が話したいのはこっち。 KN ワークススーパードライタイプ。ユニットブラシ5個。これがね、いいんよ。結構味っすか。何がいいんですか、これドライって書いてるけど。まあ、喉越しいいさ。喉越しいい。そうね。喉越しがいいです。人体にも優しい。あ、入ってるわ。疲れた体に。グビグビッと。あ、これ油 100% とシリコン 100%。 そうですね。比べてちょっと比較の方なんです。しっぽいよね。怖い。はい。今日はちょっと、クレさんには土俵の悪い木材で食べさせてもらうけど、はい、じゃあちょっと、まずクレから、はい、さっと吹きです。あ、見たら分かるかな。なんかテカってますね。で、傾けてみたらこう、まあ、流れを、あ、うまいね。だいぶなんかベタついてますね、これ。木工所さんとか、はい、綺麗な木材を切るお客さんは、はい、これやっぱベタつきが少ない、早く乾く方が機械から垂れ落ちることもないから、はいはい、そういうのがやっぱ求められることも多い。そこでちょっと耳かっぽじって容器るこの差、わかるかな。あ、え、もう乾いてるよこれ。もう乾いてきてるやつ。さっきは垂れてたもんね、こっち。そう、もう、うわ、触っても全然ベタつかない。まるで赤ちゃんのお尻のような。違う、それは違う。LG 自転車チェーンとかやったらむしろこっちの方がいい。ただ今日はちょっとこういうスプレー、速乾性のあるシリコンスプレーがあるということを皆さんに覚えていただきたい。KN ワークスシリコンスプレースーパードライタイプ、ぜひご検討ください。